どうも皆さん、はじめまして。ここはね、どこかっていうと、まあ、なんか ATC みたいなこの建物なんですね。ここどこかっていうと、大阪メトロで来れるんですけど、今日はまあ、なんで来たかっていうと、五等分の花嫁メモリーズ。五等分の花嫁10メモリーズというのでね、今日火曜日にして、二の推しなんですよ。二の推しなんですよ。で、まあ、土日に来るとランダムで色紙がもらえて、特典の。火曜日に来るともう指定なんで、必ずもらえるということで。僕だけないって言われたらもうはっと思いますよ。まあ、そんなことないと思って。だからね、大阪メトロとかね、人生でね、3回目なんですけど、何が何かわからない。また東京メトロとか行くかなと思いました。まあ、そんなことないと思いますけど。まあ、残念してるかっていうと、ここでチケット探してるんですよね。ここまで来てなかったら困るんで、ありました。ということでね、今から、フリー入場券でね、行ってこようかなと思います。途中まで撮ります。多分、この前来た時はカビア様と、感謝トーマスがね、横並びに出て、カメラ様のところだけ見てきたんですけど、中は入ってないですよ。どんな感じかなと思って近くまで行ったら、ほとんどね、壁でね、覆われててね、見れなかったんですよ。なんで、撮っても意味ないと思うので、まあ、道中こんなんやったよっていうのを、ちょっと残しておこうかなと思います。では、行ってみて。ちゃんとあるね。僕だって異次元に飛ばされたことじゃないけど、お前は無理だって言われた。ところどころ小さくありますね。全部いいですね。だからそうだな、カウラ様と同じ位置でやってるか。映画見ました。僕はちゃんと初日に行きましたけど、金曜日大学午後からなんですよ。ここがいいところで、ここもあるわ。すごいな。やっぱね、でかい袋持ってね、もう行ってきましたみたいな感じでね、人がね、結構さっきから、ね、いるんですよ。平日でなんですよね。やっぱいるんですよね。もう5時なんだよ。あ、やっぱそうだな、ここだな。なんかもうちょっとここまでにしますわ。もう見れないって分かってるんで、一応これ最後撮っとくか。ここで行ってます。じゃあ行ってきます。